どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。今回はヘルタショップにある公園生の交換優先度についてまとめて紹介をしていきます。最近ではバージョン 3.0 で新しく向かうオンパルスの情報が出始めてきましたので、今から始める方も増えるのかなと思います。ですが途中や最初からとなると、こういった交換系は数が多く選ぶのが大変になってきますよね。そこで今回は各公演戦のいい点と欠点、おすすめのキャラなどをまとめて紹介していきます。確保の優先度や注意事項についてもまとめていきますので、最後まで見てもらえると嬉しいです。それでは早速解説していきたいと思います。それではまず交換優先度の会員結論についてまとめていきたいと思います。優先度についてはこちらになります。アタッカー向けの公演水からサポートに向けてという順番になっていますね。ではこちらの順番にした理由について話していきたいと思います。まず1つ目、壊滅や遵守、知恵の交換は優先していきたいところがありますね。この理由に関してですが、アタッカーの公演水は火力に直結するところがあります。ダメージの大半を占めるのはこのキャラクターたちですからね。しかも星5の公演水となっていますので、限定公演水の替えの候補として扱いやすい部類になります。特にこの3つは交換対象としてはいいものですからね。編成の軸となるアタッカーの公演水として優先的に交換をするようにしたいものになるわけです。しかもこちらの公演水に関しては意外と替えの効かない性能が多くなってるんですよね。なので替えの候補として優秀となっています。ですがサポート用の公演水は星4でも優秀なものが多くありますので、優先度は低めというところになります。そういった点を考慮していくと順番的にはこうなってくるのかなというところです。ですが例外もあります。調和と虚無の公演水に関しては場合によってはおすすめの対象となってきます。順番が入れ替わる可能性がありますね。特にロビンの場合は調和公演水で攻撃力が上がるものが少なくなっています。星4公演水でいうとイベントも入れて2つというところです。モチーフも入れると3つというところですね。攻撃力の上がる調和の公演水を1つを持っていないという場合はイベント公演水が最適となってきますので、明日の旅の旅は非常におすすめとなります。これは人によっては優先度が変わるかなと思いますね。もしかしたら一番前に来るほどになるかもしれないです。そういった例外もありますが、基本的な優先度に関してはこちらを参考にしてもらうといいのかなと思います。それでは交換する公演水について紹介をしていきたいと思います。まずは1つ目、壊滅の公演水ですね。こちらに関しては攻撃力が上がるものとなっています。弱点撃破すれば余ダメもアップするという優れものですね。おすすめのキャラとしては攻撃力アップや弱点撃破で恩恵があるアタッカーと相性がいいです。性能的に高いところがありますので、どのキャラでも相性がいいっていうのがいいですね。では公演水の特徴ですが、性能的には扱いやすくなっているため、ホタルをはじめどの壊滅キャラでも装備しやすいものとなっています。モチーフがないなら次はこれが候補と思っていいレベルですね。問題点は優秀すぎて公演水が足りないっていうところだけです。では例外のキャラもいますので、そちらも紹介したいと思います。ジンに関しては HP 参照の攻撃となっているため、弱点撃破以外の効果に関してはそこまで恩恵が多くない状況となっています。しかもそれを装備するよりかは今イベントに来ている隠密狩猟を装備した方が相性が良かったりもしますので、イベントでそちらの方を確保するのをおすすめしたいと思います。わざわざ陣のためにこれを確保するかって言われると、そこまで恩恵はないよっていう話になります。その点だけが注意ですね。続いて2つ目です。2つ目は遵守の正解巡行ですね。装備キャラの回心率が上がるっていうのと、倒した時に攻撃力バフが受けれるっていうものになります。おすすめのキャラとしては回心率アップと単体に連続攻撃するキャラと相性がいいというところですね。こちらの公演水の特徴としては回心率がアップするというのがありますので、装備候補としては便利な公演水になってます。追加攻撃持ちが多いため、回心率が高いのはダメージの安定化につながるため強いんですよね。ただし敵を倒した後でないと攻撃力バフが得られないっていうのがありますので、装備キャラでもしっかり倒しきることが重要となります。この倒しきるかどうかが重要というところですね。ではこちらについて装備が合わないキャラもいます。それはブートヒルですね。ブートヒルに関しては自身での火力アップ要素や速度が重要なため相性は悪くなっています。装備は正直させなくていいですね。
また別の純種の硬塩水に関して星4のロン系の方が火力を出しやすい性能になっています。耐震率は漏れませんが、単純なダメージ性能ではロン系の方が上です。なのでトパーズやナノカのように攻撃回数が多いキャラに関してはロン剣を優先し、耐震が欲しいキャラは正解巡行を選ぶという風に分けるのがおすすめです。ですが人によってはロン剣を持っていないっていう人もいると思いますので、正解巡行をゲットしておくのをおすすめしたいと思います。続いて3つ目です。3つ目は孫悟記憶の素材となります。装備キャラの効果抵抗がアップし、攻撃を受けた時にバリアを持っていなければバリアを張るというものになります。しかもバリアを所持していた場合、自身の火ダメが下がるっていうのもいいところですね。こちらのおすすめキャラとしては、基本耐久キャラなら誰でもおすすめというところです。では特徴に行きたいと思います。バリアの所持状況に関わらず、攻撃を受ければバリアを即獲得というのが大きなところとなります。これで耐久値がアップするんですよね。特に不言のようにバリアを持たないキャラと相性がいいです。またバリアを付与できるキャラは自身の火ダメを抑えれるため、ヘイトが高い孫悟運命と相性がいいというところですね。ヘイトとバリアのバランスが非常にいいものだと思います。ではこちらの注意点についても話をしていきたいと思います。まず孫悟キャラは耐久面を確保するため防衛性を優先して問題はないっていうのがありますが、アタッカーによって戦闘効率を求められるキャラでもあります。そのため抗塩水の不足がない限りは、こちらの抗塩水の優先度は高くないのかなというところです。また孫悟キャラに関してはどれもモチーフが強力なことがありますので、モチーフをすでに所持していた場合は優先度がかなり落ちてしまうというのは覚えておいてください。正直不言に関してもアベンチェリーに関しても強力なんですよね。しかも工場で出てくるジェパードのモチーフに関しても結構強い抗塩水となっていますので、こちらを持っているのであれば無理に交換する必要はないと思います。続いて4つ目の抗塩水です。虚無の孤独の癒しになります。装備キャラの撃破特攻をアップし、必殺技を発動すると持続ダメージがアップするというものですね。しかも持続ダメージで敵を倒した場合 EP が回復するという優れものになっています。こちらのおすすめのキャラとしては、持続ダメージ主体で虚構呪術向けなキャラと相性がいいというところですね。持続キャラにとにかく持たせれば大丈夫というところです。ではこちらの特徴について話していきたいと思います。持続ダメージの火力アップと必殺技の回転率を上げるため、持続主軸のキャラに持たせると扱いやすいというのがありますね。特に虚構女児だと EP の回復の機会が多くなるため、高難度とも相性がいいポイントとなります。ただし、キャラによっては必要な効果命中が低くなりますので、ステータスの注意が必要になるというところです。では、こちらの抗塩水、いいところばかりではなく、注意点も挙げていきたいと思います。今回おすすめのキャラで紹介している昇級やブラックスワンに関してですが、効果命中がステータスとして重要になりますので、星4の獲物の視線が優先されることが多くなっています。星5のこちらも魅力的ではありますが、虚無キャラの多くは獲物の視線が優先されるってことがありますので、その穴埋めとして選ぶのがおすすめというところです。獲物の視線に関してはどうしてもガチャを引く必要性がありますので、足りないなっていう時に孤独の癒しを優先することをおすすめします。続いて5つ目の抗塩水です。知恵の絶え間ない演算ですね。装備キャラの攻撃力がアップし、攻撃を行って命中すれば1体につき攻撃力がさらに上がるというものです。しかも3体以上の敵に命中した場合は自身の速度が上がりますので、その効果も結構大きいところかなというところです。ではおすすめのキャラについてです。知恵キャラは大人数と戦う時に活用するため、どのキャラとも相性がいいというところです。なのでぎっちり詰まっていますが、全員知恵キャラとは相性いいというところです。では特徴です。バフが攻撃力アップと敵数依存の速度アップとなっているため、性能的にはどの知恵キャラとも相性が良くなっています。特に虚構女児の際は速度バフの恩恵を受けやすくなるのが嬉しいところですね。またバージョン 2.7 の虚構女児で敵がリポップするのも確定している要素となっていますので、知恵の抗塩水としては今後は株が上がる可能性が高いです。現時点でもそれなりに強い抗塩水ではあるかなと思いますが、虚構女児の適性を上げる抗塩水として活躍しそうですね。ではこちらについて注意をしていきたいと思います。
攻撃力アップの数値だけ見ると他の星4高遠精度も高いものが多くなっていますので、速度効果以外は大きな差はないっていうのがあります。特に星5の銀河鉄道の夜を持っていた場合、あちらの方が強くなりますので優先度が下がりますね。強みとしてはどのキャラでも装備はできるっていうところなんですが、これよりも最適な高遠精が用意されていることが多いため、敵が多い虚構女児以外では装備機会が少なくなりがちっていうのも押さえておいてください。壊滅の高遠精の時のように2番目の候補になりやすいっていうわけではないです。その点が注意が必要ですね。続いては6つ目の高遠精です。虚無の初めてのクエストの前にですね、こちらに関してはイベント高遠精となっています。装備キャラの効果命中が 40% アップし、防御ダウンがされた敵を攻撃すると EP を最大8回復するというものになっています。おすすめなキャラとしては効果命中のステータス確保と防御デバフ持ちが相性がいいというところですね。防御デバフは必ず持ってる方がいいかなと思います。では特徴についてですが、効果命中が最大プラス 40% と高く、防御デバフ持ちのキャラなら自身でデバフを付与しながら EP 回復の効率を上げれることが可能になります。ダメージよりもサポートを主軸とした戦い方と相性が良くなっていますので、銀狼やペラの2人には非常に相性がいい性能となっています。超級やブラックスワンなどデバフはもちろんありますが、主軸の考え方がちょっと違うというところですね。ではこちらの高遠精について注意事項も話しておきたいと思います。まず装備によるステータスの恩恵は高い方ではあります。ですが持続ダメージも合わせて出したいブラックスワンや昇級などは優先度が下がります。効果命中アップの視点だけで見ればいいものなんですが、やはりダメージも出したい2人ですからね、このあたりは仕方ないかなと思います。それよりも星4の獲物の視線の方が効果命中を同等にアップしつつ、さらに持続ダメージも上げてくれますので、所持状況によってはペラと銀狼専用になることが多くなります。実際これは長く使っていますが銀狼で愛用していることが多いですね。それくらいキャラの幅は狭いと思ってください。続いて7つ目の高遠精です。工場のようここにいるぜですね。こちらに関しては HP アップとスキルを発動した際に治癒量がアップするというものです。回復特化のものとなっています。おすすめのキャラとしては HP 軸のスキル回復持ちのヒーラーと相性がいいというところですね。では特徴に行きたいと思います。 HP 軸のヒーラーを主軸にしていた場合ですが、回復性能を単純に上げてくれるので扱いやすい高遠精となっています。ただし治癒量アップの効果を発揮するにはスキル発動が条件となりますので、 SP をしっかり消費できるように意識はしたいところです。節約をしている場合ではないというところですね。ではこちらの高遠精注意点も話していきたいと思います。こちらの高遠精は治癒量はそれなりに高いものの、 HP アップ量は工場高遠精の中でも低い性能となっています。そのため HP の伸びが低くなる可能性がありますので、回復量としては思ったよりも伸びない可能性があります。 HP をメインで伸ばしたいなら星4よりも優先度が下がるというところですね。またギャラガーなどに関してですが、撃破特攻が欲しいというところがありますので、こちらを装備するということはないです。レーサーとかも同じですね。なので使っている北条キャラはしっかりと確認するようにしましょう。それでは8つ目の高遠精最後ですね。昭和の明日のための旅になります。効果としては装備キャラの攻撃力がアップし、必殺技を発動した後よだめがアップするというものです。おすすめのキャラとしては攻撃力アップでバフの性能が伸びるキャラと相性がいいというところですね。なので数が少なくロビンと低運のみというところになります。では特徴についてです。昭和の高遠精の中でも攻撃力アップの種類はほとんどないに近いため、活かせる蝶がいる際はかなり重宝するものとなっています。本当に最初これがなかった時、攻撃力アップの高遠精がなかったので困りました。特に1ターン限定ではありますが、よだめもアップする効果がありますので、ロビンの負荷ダメージの火力を伸ばせることが可能となります。攻撃力の必要ステータスが足りない際は優先して装備させたいものというところになります。特にロビンの場合はモチーフがないときはこちらが必須になりますね。それか星4で最近出た調和の高遠精がいいかと思います。
それではこちらの高円錐について注意も話しておきたいと思います。性能的にはロビン専用と言ってもいいものになってるってところですね。低運も紹介していますが、もうほぼロビン専用と思ってください。そのため星4の美しき花よ今盛ん、こちらを持っていない場合やモチーフがない時には優先度が高くなる高円錐となっています。正直この2つがなかったら装備候補はこちらのみというところになりますね。ロビンをすでに所持していてヘルタショップで買うものがないならおすすめできる程度の高円錐というところです。だからロビン専用というところなんですよね。なので高円錐に困っている場合はこちらも交換の対象として考えてみてください。それでは動画のまとめに行きたいと思います。優先度の順番としてはそこまで変わりませんが、項目別で分けました。まず確保しておきたい高円錐に関しては、壊滅、遵守、知恵の高円錐ですね。こちら3つは獲得しておきたいところです。そこから余裕があるなら孫悟と虚無の高円錐、続いてロビンを所持しているならロビン用として跳馬の高円錐、なくても大丈夫かな、余裕があるかな、コレクションしたいなという方に関してはイベントの残り2つという順番になっていきます。注意するところとしては、最初も話したようにロビンを所持していて高円錐が足りないのであればイベントの調和高円錐を優先するというところですね。ではまとめに行きたいと思います。まとめの項目としては2つですね。まず1つ目に関してですが、性能としてはアタッカー用の高円錐が優秀で使い回しが可能となっています。そのため優先度が高めですね。新規アタッカーが出るたびに替えの候補として扱えるので、つなぎとしても優秀です。他に獲得する予定がない場合はこちらを先に凸するのもおすすめというところですね。特に壊滅と遵守に関しては環境のアタッカーで使えるものとなっていますので、モチーフを持っていない場合はより重宝するものとなっています。それぐらい強いですね。続いて2つ目ですが、その他に関しては優先度は低めというところですね。選ぶ際はキャラの所持状況に合わせて選ぶのがおすすめというところです。ほんとそれがベストですね。あえて使わないというところです。特にイベント公演戦に関しては変えてしまうともったいない性能というものが多くなっています。キャラ特化のものもあれば他の星4よりも効果が薄いというのもありますからね。ですがどうしても交換したいという場合は、明日のための旅のような性能アップの種類が少ない公演戦などと交換するのがおすすめというところです。個人的には確保したい公演戦を獲得してキャラの状況に合わせて選ぶというのがいいですね。その中でもイベントの公演数はかなり考えた方がいいかなと思います。とにかく替えが効くかどうかが重要になってきますね。ということでご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録高評価をよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。